土佐電気鉄道600系電車は、土佐電気鉄道の路面電車車両。2014年10月1日付で、土佐電気鉄道が、高知県交通、土佐電ドリームサービスと経営統合し、新会社土佐電交通による運営に移行したのに、伴い、土佐電気鉄道から土佐電交通に承継された。1957年から1964年にかけて、土佐電気鉄道若松町工場と浪速工機で31両が製造された。土佐電交通機動線の主力車両である。東京都電7000系電車をモデルにして、土佐電気鉄道若松町工場で601から621の21両、浪速工機で622から631の10両が製造された。大きな相違点は、自社工場製グループが半構成、浪速製が全構成である点である。自社工場製グループは、構え体部分を社外の鉄工所に外注し、若松町工場で偽装や最終仕上げを行っている。601、2、8、9、612から631は間接制御車であり密着連結機とジャンパ線、エアホースを装備しており2両連結で秋線に乗り入れていた。秋線廃止後も伊野線での連結運用に活用されていたが1987年の桟橋線、桟橋車庫前への車庫移転に伴い播磨や橋での入出庫時に左折が必要となり、2両連結では直進する自動車の通行を支障する時間が長くなり、左折信号現時中に5面線及び伊野線に出ることができないため同年11月30日をもって廃止された。現在は非常用として存置されている連結機を除き取り外されている。残りの603から 607.610-611 号は直接制御車である。製造が7年にわたって行われ窓や台車など細かな違いがある。特に自社工場製の21両は細部の形態が違っており、車両ファンの興味をそそる存在である。全車とも製造から50年以上が経過しており、2015年11月5日には老朽化等の事情から606.629 号の2両が廃車された。また、607号は300型に代わって2台目貸し切り、兼用車、お客電車となった。しかし、一部の車両が2000型へ置き換えられている200型に対し、現在稼働中の29両については、置き換えの予定はない。1982年の 627.629 号を皮切りに、間接制御車から冷房化改造が開始され、1996年の611号をもって全車完了した。冷房装置は初期に改造された車両は富士電機製、後期に改造された車両は三菱電機製を搭載している。1998年に前面窓右下にドアが開いている時に乗降中と点滅する表示器を設置。また1999年には方向幕布を字幕表示書体が毛筆体表記の布製のものから丸ゴシック体表記のテトロンフィルム製へと交換。さらに2003年には LED 式に交換され、車内にも停車電停、料金を表示する LED 式電光表示板が設置された。その他、車内放送装置がそれまでの4トラックテープを用いたテープ式からネプチューン製の音声合成装置に交換された。営業運転時には、進行方向側の前面窓右下に四角い行き先、表示のサボがはめられ、特に、ごめん、いのと、ひらがなで書かれたサボをはめた電車は、沿線利用者や観光客、鉄道ファンに親しまれている。最近では、ミュージックホーンの増設改造及び一部車両には、腐食防止、事故復旧のため前面窓の完全、H ゴム固定化もされている。本形式は、車体長が12メートル級と200系の11メートル級に比べて長く、2001年まで高知駅前に9曲線が存在した、桟橋線高知駅前播磨や橋前の入線は1994年まで基本的になかったが、同年夏季からはそれまで桟橋車庫への出入り、クチャを除き基本的に200系限定で運用されていた桟橋線の冷房化率向上を名目として運用されるようになった。現在は全路線において幅広く運用されている。土佐で交通への移行に伴い、本形式のうち618号車が新会社のコーポレートカラーであるオレンジとグリーンをベースとした新塗装車の第1号となった。ありがとうございます。